皆さんこんにちは。今日はこのストレッチポールを使って行っていきたいと思います。まずはマットの上にこうやって縦に置いていきます。そしてお尻を乗せてゆっくりですね、両手を床に下ろして少しお腹を丸めながら仰向けになりましょう。しっかり肩甲骨と肩甲骨の間にこのポールをこうやって挟んでいきますね。で、両膝は立てた状態でまっすぐ体がポールに乗ったら両手を引き上げます。息を吸いながら上に伸ばして、吐く息で大きく開いて吸ってまっすぐ伸ばしていきましょう。繰り返します。吐いて胸を開きながらぐーっと引き上げて、吸って吐きながらぐるっと回して、吸う息で長く脇を気持ちよく伸ばしていきましょう。吐きながらゆっくり呼吸を繰り返しながら行っていきます。肘を伸ばしてまっすぐ胸を開いて両腕を引き上げて、吐きながらゆっくり、さあ肩や肩甲骨動かしていきましょう。あと1回いきますね。ぐるーっと回して両手高く引き上げたら、肩をストーンと落として肩甲骨を、このボールを肩甲骨で挟んでいきます。そして吐きながら両手を左右に、手のひらを床につけたら、今度は両足をまっすぐ上に引き上げましょう。足を揃えてかかとを天井に向けます。さあそしてバランスを取りながらこうやって前回りから自転車を漕ぐようにゆっくり行っていきましょう。太ももを意識しながら動かしていきます。さあこれもだいたい1分ぐらいですね。前に回して、さあこの時も呼吸を止めずに深い呼吸を繰り返しながら行っていきましょう。この背中が全部このポールについている状態ですね。腰が浮かないように気をつけます。さあそして反対回りいきますね。下から上に引き上げながら、今度はバックゆっくり、さあこの時も呼吸を繰り返して行っていきましょう。両手はしっかりと床につけて体を支えます。さあお腹も意識して、さあこの動きなかなか普段動かさない動きですよね。太ももの筋肉を使っていきましょう。1分ぐらいですね、目安に行っていきます。ゆっくり、首は動かさないように目線は上に向けていきます。はい、じゃあストップしましょう。両足を高く引き上げてお膝を伸ばします。でこのままかかとを床に近づけていきましょう。この時にお腹の力使っていきます。さあそして床につく少し手前でちょっとだけキープしていきましょう。さあ腹筋ですね、余裕があればこうやって上下に動かしていきます。しましょう。両膝を曲げて足裏を床に下ろします。さあリラックスして、じゃあ深い呼吸を繰り返しながら少し横にずらして体全体を床に下ろしたら、横向きになって起こしていきましょう。
じゃあ簡単なストレッチポールの使い方でした。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。あ、じゃあいきますね。足指じゃんけんいきますよ。はい、さあ皆さん準備はいいでしょうか。この船のポーズでやっていきましょう。お腹を使いながらいきますね。最初はグー、じゃんけんポーン。はい、さあどうでしょうか。私はパーを出しました。勝ちましたか。はい、じゃあありがとうございました。